はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。まあ、最近ね世界のコースっていうのかな、まあ、普通のコースにするのがねめちゃくちゃハマっちゃってて結構ねミンバトがおろそかになってるんですけれども、やっぱたまにトロールコースとかさ人気ランキングのコース遊ぶとですねすごく楽しいんですよ。まあ、ミンバトもですねめちゃくちゃ楽しいんですけどね。さあそれじゃあ早速やっていきますか。これ確かさマルチプレイヤーバトルって書いてました。僕は緑の土管だね。オッケー、それじゃあスタートですね。緑の土管でオッケー。あれどんな感じこれあらなんか前にもねなんか似たような感じあったんですけど、これはどんどん砲台がなくなっていくからそう生き延びれって感じだね。最後まで生き延びた人の勝ち。これさみんな攻撃しなかったらさね、みんな生き延びれるんじゃないね。ほらほらほらみんな分かってくれてらっしゃる。ちょっと待ってルイージルイージ待って、持とうとしてるでしょルイージ。これみんなでさめっちゃ待って、うわーちょ生き延びるぜいや許され、この人は許され、ルイージルイージも絶対許さ。いや待って待って、マジでみんな仲良く行こうね、みんな仲良く行こう。よし兄弟喧嘩、兄弟喧嘩落つ。あぶね、うわおりゃ、待ってマリオごめん、マリオ君じゃないんだ、扱いのは君じゃないんだ。うく、いやまずい。よしマリオ行け、よしマリオ、マリオ頑張れ。いや危ねえ、やられる、うわこの人には勝ちたい、おりゃやったぜありがとうございます。これで1位確定ですね。さあこのまま勝利への階段を上りましょうか。これでゴールかな、ありがとうございます。みんな来てる。さあみんなちょ待って、危ねえ危ねえ、トロールどこやったいやいや初戦からさもうちょっともうアドレナリンが出まくっちゃっててもう疲れたわ。ザ・ウォールジャンプテスト、それじゃあ次のコースやっていきますか。よろしくお願いしますマリオ、礼儀正しいね。いや僕はルイージか、弟だけどガッカーあの子なんだったっけ、メカクッパだったっけ。ちょメカクッパめっちゃいるからね、ちょっとこのアイテム取っていきますね。このドングーリーね、マジで熱い、このドングーリー取っていきますね。あ待って、何しがみついてんの、そんなに土管が恋しいか。よしじゃあこのまま踏んで、うわ危な、あこれ当たるしかないよね。いや見た今の見た今のめっちゃうまくわかった。あひなぴこ待ってくれてんだ、ありがとう。そしてね最近嬉しいコメントがありました。 TikTok から来ました。声が好き、もうシンプルで嬉しいよねこういうの。僕ですねあの声がとてもコンプレックスであの自信がないんですけれども、まあそういう言葉をいただくとですね非常に自信が持てると言いますか、まあめっちゃ嬉しいですね。さあここは多分短い、危ねなんか現れると思いました。ここで中間ポイントか、一旦僕このキノコ取っていきますね。多分後ろ、うーわ来てる、後ろ来てる、とあいや待って、この人には負けない、負けねえキノピア負けねえから、よしもうゴールあって、やったありがとう。あ違うごめん、負けました、送ってしまった、やばい煽ってしまった今度はうわフラワー取りたいよね、いや取らんでいこうかな。まあみんな取らないでいくと思うんですよね。いや取らんでいって、これ一番最初いきます、これが熱い、これが多分熱いと思う。このクリボーにさえ気をつければいけます。これは下からでいいのか、どうなんだ、よしこのままじゃあ、よし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 、マリオじゃん、うそ上から降ってくんだって今のヒップドロップは痛い、これは勝てた、これは勝てた勝負だった。オッケーオッケーオッケー、このまま右に行こうか、じゃあよしいけるいける、もう一回乗っていきます。でジャンプはいらない、これもうアイテムいりません、僕アイテム取ってたら負ける気がする。でこのままもうゴールがあると思うんですよね、いけいけやったいやーたまにはアイテム取らないっていうのも大事ですね。スノーウィーランド1、さてスノーウィーランド1みんなよろしくお願いします。お、みんな礼儀正しいで、ちょっとルイージだけだ、一番前行ってさちょっとずるくない、ちょっと一番前行って挨拶するとかずるくない。じゃあこのままね雪だるまのこのコースを渡っていきますか。最近ね世界のコースで雪だるまを乗れるっていうことに気づいたんですよ。これジャンプして上にね乗れるんだね、ほいほいみたいな。えやべえ中間取ってない、待ってちょ待って、ルイージいやどうしよう、中間取ってないけど大丈夫かな、いやこのまま行くかも、ちょっと慎重に行きますね。これなんかさスーパーマリオブラザーズの1の3かなんかと似てない、ホールさせて邪魔、
バトルステージ分かれ道ブランチロードって書いてます。まあ、ブランチロードっていうのが分かれ道なのかな、英語で言うと。これはどうしようか、一人で行きたいね。ぜひ一人で行きたい。これ上行こっか僕。じゃあ上行きますね。ほっ、あ、え、回転ジャンプしたのに回転ジャンプしたのに。じゃあ僕下から行きます。これ下の方がいいでしょ、コインだからね。下の方が安心だと思います。え、ルイージやられてる。あ、こっち、え、こっちでいいの。オッケーオッケー。じゃあ次僕このファイヤー。なるほど、こっちの方がきついな。いや、どっちの方がきついんだろう。ワンワンの方がきついかもしれないね。これワンワン結構狙ってくるもんな、飛んでくるもんね。しかもどこに行くかわからない。待って、よし、いや楽しいこのコース。でも一番遅いな。いや、このまま渡ってきて、浮き輪、うわ浮き輪遅い。あ、戻れないのか、くっそ。これスタートからやり直ししたいな。スタートっていうかもう中間からやり直したい。これ下から行った方が絶対早かった、ね、この浮き輪外れじゃんね。これしゃがんで行った方がいいね。しゃがんで行こうか。よし、でこれはなんだ、よし、キノコ、キノコがあればもうこのまま僕走っていける。よし、オッケー、でもう一丁、オッケーオッケー、よし、いいねいいね、早い早い早い、遅い。最近ね、フレンドの方って言いますか、リスナーさんの方とね全然当たんないな。まあそんなにリスナーさん多いわけじゃないんですけどね。赤パウを135回だって、多分相当あるんだろうね。1回叩いたら連動して、あ、そうそう、こんな感じか。まあ全部いけるのかな、これ1回で全部いける、どうなんだろうね。まあゴール条件奪えるしね。このまま右に行きますか。でここ、そこヒップドロップして、オッケーオッケーオッケー。まあこれでゴール条件みたいな感じ。あ、まだあるんだ。じゃあこのまま右に行きますか。これはこっちでいいのか、どうなんだ。オッケーオッケーオッケー、よし、で右、よし、で次はここか。よし、いや、ゴール条件まだまだか、ちょまだかよ。じゃあこれ僕下から2番目か。うわー、誰かと一緒のところか。じゃあ、あれ、一番上が正解、一番上が正解だぞこれ。よし、分かった、多分みんな分かったね。これ一番上正解ですけど、僕こっから行きますね。僕こっから行きます。土管に入らんでこっちから行きます。これが正解でしょう、きっと。正解じゃない。よし、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。最後はバーサスコースだね。なんかさ、この10コインがもう神々しく飾られてるんだけどまあ取っちゃいましたけどね。それじゃあ僕黄色いきますか。さあこれは、やった、来た、これ最後勝てるよ、これマジいけるよ。じゃあよし、うわこれ難しいな、これは難しい。はっ、よし、でこのまま右に行きます。これ Z、 OK でこのままこれに乗っていきます。よし、いや待って、ダントツダントツだね。これもうゴールじゃない。でこのまま右に行って、まあボスとかいなかったらいいんだけどな。うわ、マリオ来ました。ここでマリオ来たのか。よし、いやマリオにはねもう負けない。こんだけ差がついてればね絶対負けないと思うんですよ。ここ気をつけていこうか。シマヤンギブアップしましたね。僕に勝てないってもう思ったのか。よしかー、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。